炊飯器で手軽に作れる煮豚のレシピです。ラーメンやチャーハンには必ずと言っていいほど入っているチャーシュー、脇役にもかかわらず主役を飲み込んでしまうほどの美味しさは老若男女を問わず多くの人に愛されています。使用する調味料はどこの家庭にもある一般的なものばかり。食材は豚肉、ネギ、ニンニク、生姜とたったこれだけ。あとは炊飯器があれば約2時間で本格的な美味しいチャーシューを作ることができます。材料を炊飯器に入れたら、あとは炊飯ボタンを押すだけ。レンジで加熱したチンゲン菜を添えたり、半熟ゆで卵を入れたりしても美味しいです。ブロック肉はフォークを刺して穴を開け、味を染み込みやすくしましょう。豚肩ロース肉のほか、豚バラ肉のブロックでも美味しく作れます。ネギの青い部分には土が残っていることがあるので、中までしっかりと洗ってから使用してください。炊飯器のスイッチをオンにします。この時調理モードがあればそちらを、ない場合は通常のご飯を炊くモードにしておいてください。炊飯器によってはご飯を炊く以外の用途で使用することを推奨していないものもありますので、事前にご確認ください。炊き上がったらそのまま保温モードの状態で1時間ほど蒸らしてください。今回は一旦肉を取り出してスープに調味料を入れて再度炊き込みました。その方が味が良くなるかなと思いまして、青ネギはトロトロに、ニンニク、生姜は形をとどめてなくタレに染み込んでいます。オイスターソースや蜂蜜を加えるとコクが増します。入れすぎは注意ですが、より濃厚な味わいを求める人にはおすすめです。肉を取り出して冷ませば脂身がトロトロの本格チャーシューの完成です。お好みの大きさにスライスしてお召し上がりください。通常チャーシューを作る場合は火加減、茹で加減を常に見ながら調理をしますが、炊飯器があれば楽々調理をすることができます。ぜひ一度試していただき、贅沢なチャーシュー入りのラーメンやチャーハンをご自宅で味わってみてくださいね。